洗面所の紹介をします、えー。このドアを開けたところが洗面所です。洗面所兼脱衣所になります。えー、こちらの洗面所は3畳の広さがあります。まあ、なんで3畳かというと、えー、ご覧の通り上に物干し竿がかけてあります。こちらでも一応洗濯物を干せるようにと思って、まあ、少し広めに っったんでですすが実際あまり使ってないですというのもですね、まああの、ここに洗濯物をかけると出入りするのに邪魔になるものですから、もう本当にもう足りない時だけですね、ここにかけるというような格好になります。普段はほとんど使ってないです。 えー、洗面台のスライドの引き出しを開けるとこんな感じですね。えー、洗面台の下も、まあ、一応ちゃんと物を置くスペースがあります。えー、このスライド式は左にもありますね。それから左のドアを開けると、まあ、こんなカゴがあります。結構開いてますうちはですね。下にも引き出しがあります。 上の扉を開けると、こちらにも棚がありますね。えー、こちらもまあガラガラです。まあ、普段使わないものなんかはこちらに置いといてもいいですかね。ちょっと高いんで取りづらいですけど。まあ、うちはあまり使ってないです。今のところはですね。 えー、鏡を開けると中もこのように棚があります。ね、洗面台。こちら洗面台はですね、まあ、非常にあの汚れにくいようで、まあ、掃除も簡単で、とてもいいですね、えー。ちなみにこの洗面台ですね、えー 結構大きいタイプのものですが、えー、これ標準仕様です。えー、これよりもうワンラク上のもの、えー、上のものになると、この左側のボックスがですね、反対の右側にもついたものも標準仕様で選ぶことが可能です。まあうちはその下の、これもう一つ小さいタイプのものにしましたが、まあこれでも結構大きいです。全然これで十分。 ですねえー、こちらのスイッチがライト左の反対側がガラスの曇り止めのヒーターのスイッチになります次に洗濯機の置く場所ですねこちらがですね、まあ、ご覧の通り右側の壁に水道の、まあ、元栓があります そして、まあ今ご覧の通りこんな風にホースを長く引っ張ってますけど、で、下に、やっぱり右側に、右側の床に、排水口と。なんでですね、まあ右の壁に本当は寄せたいんですが、これ寄せれないんですよね。これほんと設計ミスだなと思います。 実際その設計書を見たときにですね、設計の図面を見たときに、まあこういうの気がつかないんですね、なかなかね。実際に洗濯機を置いてみないとわからないですね。これは失敗ですね。まあよく設計図面を見て、 実際の家具、家電を置いてみて、というのを、まあ、頭の中で想像するしかないですよね、これ。これ本当に失敗だったなと思います。でもしょうがないんで、洗濯機をいっぱい左に寄せて、この棚を突っ込んでるという格好ですね。 これから家を作る方はここら辺のことも注意した方がいいですねえそして洗面所に配電盤があります まああの、風呂上がりなんか結構ここは湿気が多いんじゃないかと思うんですけど、洗面所に配電盤をつけてよかったのかなと疑問ですね。これも、まあ実際に住んでみて。で、この窓、一応ありますが、えー、手前に洗濯機あるもんだから、手が届きにくいんですよね。これちょっとこのドアを、 開け閉めするのはきついです。このレバーを、がちゃんとやって、まあ、向こうに押し出すような格好で窓を開けないといけないけど、難しいですね。やりにくいですわ。